るよ。ああ、負けないぜ。応援してるでやすよ。あんまりうるさくするなよ。そいつはできねえ約束でやすね。何しろこの王様の応援は七つの海に知れ渡ってるでやす。逃げを用意しておけ、ギョギョ。そうするよ。ああ、なんでやすか、その言い方は。さあ、いよいよビッシュデュエル世界一決定戦決勝の幕開けです。アトランティックサイド、初参加でここまで上り詰めたギョギョ選手。一方、パシフィックサイドは3連覇中の絶対王者、エンヨー選手。小僧、容赦はしない。全力で叩き潰す。ああ、もちろんさ。油断するなよ、おばさん。小賢しい、その強がり、いつまで持つかな。容赦で揃いました。ものすごい歓声の中、いよいよ試合開始です。漁業の旦那、大丈夫でやんすかね。わからん。何しろ相手はあの遠洋だからな。旦那、負けるな。攻めていけ。もちろんそのつもりだ。まずは一回クロマグロ。何？あっと、漁業先生、いきなりクロマグロをデッキに出した。さらに補助カード、近畿大学。漁業選手の先制攻撃、これは大きなダメージを与えた。考えたな、漁業のやつ。クロマグロに補助カードと近畿大学をセットで出せば、養殖のイベントが発生し、クロマグロは大群へと進化する。つまり相手へのダメージが増えるってわけだ。リゾートだ。それで勝ったつもりか。ならば私のターン、まずはこれだ。青ザメ。遠洋選手、いきなり戦闘力の高い青ザメで反撃。そしてお前は補助カードを使った分、ターンを1回放棄することになる。つまり私の連続攻撃を受けるのだ。くらえ、イタチザメ。くっそー。青ザメに続いてはイタチザメを出してきた。そう、早くも遠洋得意のシャークアタックか。何でやんすか、それは。あいつの手札にはシャーク、つまりサメが数多くある。相手が細かい戦略を打ってくる前に、次々と戦闘力の高いサメのカードを出し、大ダメージを与える戦法さ。なんていう単純明快な作戦でやんすか。そう、何のひねりもない作戦だ。だがそれが一番恐ろしい。ならば、ならば俺のターン、これだ、カジキマグロ。どうした、血迷ったか。何、ダメージが少ない。近畿大学の養殖イベントはカジキマグロには適用されない。単体ではその鋭利な角で戦闘力の高いカジキマグロだが、養殖できないのは残念だったな。くそー。さあ俺のターンだ、シュモクザメ。今度は遠洋選手、シュモクザメで来た。シュモクザメ、ハンマーヘッドシャークか。相変わらずサメで来るでやんすね。うわー、ギョギョの旦那。絶え間ないサメ攻撃でギョギョ選手ダメージが蓄積。さあどうする小僧、まだまだ俺の手札にはサメが多い。そしてお察しのごとく、あのサメもまだ控えているぞ。まだまだ最後まで諦めないぞ。これだ、トロール漁船。ここでもう漁船カード使われてやんすか。仕方がないだろ、ギョギョ、ここは我慢だ。そんなもので対抗できるか。まだまだ補助カード、沖縄のサメ取り名人だ。何、ギョギョ選手、まさかのサメ取り名人カードを出した。この名人は独自の漁法でサメを釣り上げて駆除する達人だ。このカードの効果でサメ割りピッケセル、デッキからイタチサメを追放。おー、いいぞ。なんだ、考えたな、ギョギョ。これでターンのためにサメを消せる。遠洋のシャークアタックは封じたぞ。そんなもので封じたとでも思ったのか。ならばこちらも漁船カードを使わせてもらうぞ。これだ、密漁船。しまった、密漁船カードか。さらに補助カード発動、中国漁船だ。まずい、漁業。どうなるんでやんすか。中国漁船が密漁船になるということは、その通りだ。体当たり、放水、乱獲により海域から波の漁船を追い出す。さらに仕掛けた網も切っていく、傍若無人の効果となる。さあサメ取り漁船よ、出て行け。くっそー、漁業選手、漁船カードがデッキから消えた。さあ私も補助カードを使ったので、ターンはお前だ。しかしもう手はあるまい。ならばこれだ、大間のマグロ。おっと、大物で名高い大間のマグロできた。バカめ、破れかぶれで出してきたか。ならば満を持してこちらはこれでいくぞ。最大最強の魚類、
ホオジロザメ、ホオジロザメついに来たか。遠洋選手のシャークアタックの総仕上げはホオジロザメだ。漁業選手に大ダメージ、もはや勝負は決したが、漁業の旦那マジキュースか。さあ終わりだ。小僧にしてはよくやったな。いや終わってないぞ、俺にはまだこいつが残っている。いっけ大逆転のカード、寿司三昧。なんだと、寿司三昧カードが出た。どういうことでやす。ああ、あの寿司三昧カードをデッキに出せば戦闘力の基準がその魚の強さではなくうまさに変わるんだ。うまさに変わるってことは、そう、サメよりもマグロが強くなるってことさ。すげえぞ漁業の旦那。寿司三昧カードにより戦闘力強化の変化によりマグロを揃えた漁業選手の猛反撃、遠洋選手に手痛いダメージだ。形勢逆転だなおばさん。あんたは強い魚しか持っていないはずだ。資産枚カードを無効にしない限りではないぜ。小僧、お前が寿司三昧カードを引くのは読んでいた。そこで私は強くてうまい魚を用意したのだ。くらえ、鬼かます。バカだ。鬼かます、通称バラクーダ。体は小さいが鋭い牙と旺盛な食欲を持つ海の殺し屋だ。しかもこいつは焼き魚にすれば体操うまいときている。まずい、漁業のライフは風前の灯火だ。次のターンで決めなければもう持たないぞ。何か手があるんですかね。わからん、漁業を信じるしかない。しかしもうお前はマグロカードを使い果たしたはずだ。いかに寿司三昧カードの効力発揮中とはいえ、一気に私のライフをゼロにするうまい魚などいるはずはない。おばさん、いかにあんたといえどもこいつは知らないだろう。レア中のレアカードであるこいつをな。くらえ、田中玄玄。何、なんだこのカードは。見たこともないレアカード登場。田中玄玄、まず田中なのに鈴木の仲間、別名ババ。ひどいわ色だ。しかし日本海の荒波に揉まれ、サキツキミとしても鍋としても珍重される幻のビビだ。いっけ田中元気、田中元気で寿司三昧。どうだ、遠洋選手のライフがゼロになった。フィッシュデュエル世界大会優勝は初出場の漁業選手。やったー、どうだおばさん、参ったか。負けたよ。どうやら強さだけにとらわれてはいけないようだな。その通り、海は広いんだ。